青菜がゆの調理手順について説明します。材料を用意します。材料は4人分です。白米カップ1、大根の葉またはお好みの青菜 20g、 塩少々を用意します。炊飯できる量は 0.5 から 1.5 カップまでです。はじめに白米を研ぎ、水をおかゆの水位目盛り1まで注ぎます。大根の葉や青菜は炊き上がってから入れてください。葉を入れて炊飯すると調圧弁や安全弁を塞いでしまい、食材やお湯が噴き出したり蓋が開いたりして火傷をする恐れがあります。ジャー炊飯器に内釜をセットし蓋を閉めます。最初にお米ボタンで白米を点滅させます。工場出荷時は白米で普通が設定されています。メニューボタンでおかゆを点滅させ、炊飯ボタンを押します。おかゆが炊き上がる前に大根の葉またはお好みの青菜を鍋でさっと茹で、水気を切ってみじん切りにします。炊き上がったら切りボタンを押して保温を止め、お早めにお召し上がりください。保温の状態では時間が経つと糊状になってしまいます。みじん切りにした大根の葉または青菜を入れます。お好みで塩を加え軽く混ぜます。器に盛り付けます。